お疲れ様でした。お疲れ様でした。最初チームすごく固かったように見えました。チームの雰囲気どうでしたか？こうやっぱアラマーレさんもこう一勝を取りに来てて、すごい攻めたサーブっていうのがこうすごくあったので、そこに引いてしまって、こういつもできている攻撃だったり、いいディフェンスがなかなかこう出せなかった部分があったのかなと思います。そんな中で高柳選手が入って、まあ、サーブだとかディフェンスですごく流れが良くなったように思います。どういう意識を持ってコートに入りましたか？特にこうサーブは他の選手と違う間でこう打ってるサーブが有効的に、まあ、リーグ戦の中から決まってたので、やっぱそこは思い切って打とうっていうところと、やっぱディフェンスは、まあ、隣の札田としっかり話しながら守るところが意識できたので良かったと思います。来週赤岩大会で予選ラウンド最終戦と今季ホームゲーム最終戦となります。応援してくださる皆さんにメッセージをお願いします。V カップ最終戦でもありますし、ホームゲーム最終戦ですが、こういつも本当に練習している体育館でこう最終戦ができるということはすごく嬉しいですし、こう地元の皆さんに勝利を届けられるように全員で頑張りたいと思います。赤岩大会チーム全員で頑張ります。会場に応援に来てください。